初めに日本向けのものとしては最大規模のアニメの海賊版サイトを運営していたなどとして日本の業界団体の要請を受けて中国当局が国内の4人を摘発したことが分かりました団体によりますと日本側の働きかけをきっかけに中国を拠点とする海賊版サイトの運営者らが現地の公安当局に摘発されたのは初めてです 日本のアニメ会社などが加盟するコーダ・コンテンツ海外流通促進機構によりますと中国で摘発されたのはいずれも30代の男女4人です4人は日本向けのものとしては最大規模のアニメの海賊版サイト B9 グッドの運営に関わった疑いが持たれていますこのサイト B9 グッドは 2008年に開設されて以降日本のアニメを中心に映画やドラマなど多数の作品を無断で配信していたとみられ先月までの2年間のアクセス数は3億を超えているということですアクセスのほとんどが日本からでコーダはサイト側にメールなどで繰り返し削除要請を行ってきましたが応じずサイバーセキュリティの専門家らと連携して調査を進め 中国を拠点に運営されていることが分かったということですこうした情報を中国当局に提供したことをきっかけに中国江蘇省の公安当局が先月から今月にかけて摘発に乗り出しサイトは閉鎖に追い込まれたということですサイトの運営で日本円にして1億数千万円の収益を上げていたとみられます 海賊版サイトの拠点が海外にシフトする中コーダは現地当局に情報提供するなど対策を進めていて中国では去年漫画の海賊版サイトの運営者が行政当局から罰金を命じられましたが公安当局による摘発は初めてだということですコーダコンテンツ海外流通促進機構の後藤健郎代表理事は次のように話しています コーダの告発によってですね、中国でこの海賊版サイトが刑事摘発されたのは初めてのケースです。えー、非常に画期的。日本から主張するケースが非常に多かったというのも事実なんですね。見る人は処罰されませんけども、見ることによってアクセス数を増やして広告収入が増えるということで、その犯罪を助けてるということになる。海賊版サイトは見ない。主張しないということを 消費者一人一人がですね、意識していただくべきだと。